おい、ラピート。5月27日のタイトルマッチ、別に俺が今からお前に言うことなど何もないと思ったけどな、おい。一つだけ言わせてもらうぞ、おい。今までこの道頓堀プロレス旗揚げして5年、何人もの選手がこの道頓堀プロレスのリングを通り過ぎていったよな、おい。お前が昔リーダーとしてやってた2つのユニット、スカイエクスプレス、そしてスーパーソニック、みんなこのリングを通り過ぎて今はこの場所にはいない。今残ってんのは俺とラピート、お前だけや。俺らはそいつらに置いていかれて今このリングで戦ってるのか。違うよ、俺とお前はこのリング、この道頓堀プロレスを愛してるから、この道頓堀プロレスを見に来てくれてるお客さんを熱狂させたいからこのリングに残ることを選んだんじゃないのか。それなのに今のお前の姿は何や、おい。お前がこのリングを選んでまでやりたいことは果たしてそういうことなのか。おい、黙ってるばっかじゃお客さんに伝わんねえよ、おい。なんかお前の気持ち今この場所で喋ってみろよ、おい。3本のベルト持ってるお前が今日俺らが襲った時よ、そのダブル DW のベルトだけ離さなかったな。ただの浮気野郎かと思ったけど、しっかりその道頓堀プロレスのベルト、楽しみだ、終わり。マイクの扱いは慣れてないみたいな。まあ何が言いたいか。俺とラピートのシングルマッチこそが道頓堀プロレスだと思っています。5月27日、期待してください。